さ、教育対策スクール SLC がお送りする英文法。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか？マッティは違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空詞の左側、racing、競争と言ってるんですからね。で、競争と言われたら、勝ち負けがはっきりわかる。つまり反対の関係。で、この観点から、あれが正解ですね。そうです。正解は B。ということで、本日は前置詞 against。まあ、もちろん空詞の左側と合わせて race against。そして2行目、the clock。時間と競争する。まあ、そんな表現もあるんですが、さすがにそれを知っといてというのは意図ではないですね。ですから別の表現にも生かすためには against、反対と押さえといていただけると応用効くかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、あとは見ないを確認いたしますので、文頭をご覧ください。一晩中働いた後、彼は自分が時間と競争しているのに気がついた。で、文末、そのプロジェクトを終わらせるために。そんな感じでよろしいかと思います。では画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸一番に入る語句、それすらすら言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。